さあ、いよいよ始まりますこの一戦。好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。全日本対セネガル、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。緊張の面持ち。選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本。攻守にバランスの取れたフォーメーション。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリット決戦の3連勝目指して行くぞ。みんな次々に勝つ。うん、今日も勝つよ。当然だ。負けっぱなしで帰れるか。行くぜサンゴール。翼くん、うん、頼むよ。ボールは友達。行くぞ。渡しません。翼くん必殺シュートを放った。と、止めた。ヌベングくん、このボールをコントロール。翼くん、ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。もらった。ショウくん、タックルを決めた。スライディングで止めた。素早くつなぎます。翼くん、お箱のヒールリフトだ。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。それ美咲くん、激しいタックル。あっと、なんて柔らかいテクニックだ。サンゴールくん、ここからチャンスを作れるか。セックくん、力をためて強烈なシュート。若林くん、これはキャッチできない。翼守備陣の隙間を狙う。やっぱり行ったんだ。ここは抜かせません。鮮やかなジャンプ。こうだ。何で行ったの。ここで見せます。敵陣へ攻め込みます。シュート。そうだよ。ヘッドくん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。なんと奪い返した。鮮やかなジャンプ。ヌベングくん、ボールを奪うことができません。必殺のシュートでゴールを決める。そこだ。横に飛んだ。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、素早くつなぎます。ヒューラ、ここから打ってきた。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。パントキックで大きく蹴り出した。勝山くん、右へ回します。鋭いスライディング。ドリブルでボールを運ぶ。かわして振り切った。さらに使っていった。松山君、勇ましい突破だ。もらった。九田君、邪魔だ。敵陣を切り裂く。鋭いスライディング。よし、そう、行け。素早く横にかわす。翼君、激しいタックル。これは反射式のドリブルだ。このスライディングが決まった。敵陣へ攻め込みます。よし、九田君、敵陣を切り裂く。信頼してくれるみんなのために勝つ。よし、どけ。立ち下がる者は全て吹き飛ばす。大きくパス、長いパスが通った。パスを出します。パスもらったよ。翼くん、ボールを狙うも届かない。美咲くん、ここは抜かせません。鋭いスライディング。ドリブルでボールを運ぶ。サン
ドボール君シュートを放った。そうだ誰ボールを持った。それよしここは戻りながらのディフェンス。それ連続突破で見せます。鋭いスライディング。セネガルここで仕掛けます。やったそのスピードはまさに旋風のようだ。セネガルもう一段ギアを上げてきたぞ。敵陣へ攻め込みます。サンドール君続投マグルシュート。ジゾー君ここは身を挺して止めに行く。シュートの勢いも体で止めました。マサオ君飛んでかわした。敵陣を切り裂く。鮮やかなジャンプ。時計はすでに30分を過ぎています。前半も残すところあとわずか。このスルーパスはゴールか。よしこれはゴボウ抜きだ。豪快にシュート。力をためてゴリラスのシュート。ゴールを守った。ソウ君ボールを狙うも届かない。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。僕の周りを囲んでパスの選択肢を増やしてほしいんだ。よし何止められない。ここからシュートに持っていく。豪快にシュート。これはキャッチできない。見事な振り抜けた。ヒューガさんここセンタリング。ヒューガ君クロスに合わせに行く。空高くで火花を散らす。このボールに飛びつく。キーパー止められない。鮮やかにゴール。信頼してくれるみんなのために勝つ。やっぱり僕の力じゃダメなのかな。サンゴール、もっと速くて厳しいパスは出せるか。それはできるはできるけど、俺たちのことは気にするな。疲れくらい気合で何とかしてやる。サンゴール、お前の 100% を出してみろ。俺たちも本気の本気を見せてやる。わかった。とにかくボールを奪うぞ。それサンゴ君左へ預けます。カマラ君ここはパスだ。切れない。サンゴール君これは何だ。僕がチームを勝たせるんだ。テクニカルなシュート。これはキーパー動けない。長距離ちょっとうまくいきすぎだな。これで切れない。僕がチームを勝たせるんだ。全日本この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。